UV レジンマーブルコンパクトミラー。今回はネイル用カラーインクを使ってインクの重なり具合やにじみ具合で表現するマーブル模様を作っていきたいと思います。さりげなく輝くオーロラフレークでよりリアルで重厚感のあるコンパクトミラーが出来上がりました。超微粒子ラメラインとクラック模様がアクセントです。皆さんこんにちは、パルチャンネルです。ということで今回はこちらのコンパクトミラーを土台として使用したいと思います。フラットで面積がとても広いのでインクアートにぴったりだなと思い選んでみました。でこちら前回紹介した、ネイル用のカラーインクですね。今回はレッド、グレー、ホワイト、このあたりを使っていこうと思います。それではまずは赤いミラーから、最初に、ベースにホワイトを敷き詰めていこうと思います。エタノールなどでしっかりと表面を拭き取ったら、先ほどよく振っておいたホワイトを直接、ミラーに落としていきます。こちらのホワイトなんですけれども、かなりはっきりと色が出るタイプでしたので、色素が沈殿しているので、しっかりと振ってから使用します。こんな感じで、全体にどんどんホワイトをのせていきます。乾いたら上から重ねていくと、こんな感じでじわーっと広がっていくので、このまだら模様を、まずは作っていきます。そしたら赤も足していきます。ちょっとこのあたりだと色味的に、怖い印象もあるんですが、このままで大丈夫です。トントントンとある程度ホワイトとレッドの部分境目なんかを考えながら、こういう感じで、どんどんベースを作っていきます。ホワイトの上に赤をのせることでちょっと違ったカラーになって、見えてくるかと思います。そしたらですね、今度はクリアのものを境目に落としていって、こんな感じでにじんでくれるのでぼかしていきます。広がっていったあのラインがこういった模様のように濃い線になって現れてくるので、ここにですね1本ラインを入れるような感じでにじませておこうかなと思います。ではみ出た部分はエタノールで拭き取ってきれいにしておきます。それではまず1度目のレジンコーティングをします。たっぷりとレジン液を流したら、コンパクトを傾けて全体にゆっくり広げていきます。届かなかったところはスティックなどを使って端までしっかりと広げてライトを当てて硬化します。はい、硬化が終わりました。これだけでもデザインとしてはとてもいいかなと思っております。ですが今回はさらに幾層にも重ねて作って立体感や、リアルな質感を表現していこうかなと思います。それではですね、ベースのカラーに合わせてホワイトをなじませていきます。先ほどのせたホワイトの上に合わせるようにさらにホワイトを重ねていきます。一度レジンコーティングをしているので、インクをのせても、下のベースのカラーににじむことはないので、重ねながらアートをしていきます。ここは、境目を作っておこうと思います。でホワイトを上からのせて、今ですね左側の部分に、よりホワイトの部分を出して、右側のホワイトは少し薄い感じで作っていこうかなと思っております。赤の上にホワイトを流して、さらにまた赤を流して、何層かに重ねて自分の好みの形になってくるまでインクアートは楽しむことができるかなと思いました。そしたらクリアを出して、先ほどのせたところ境目の部分をぼかしていきます。このあたりは感覚で自分の好きな、感じでインクを流してどんな模様になるのかなっていうのを楽しみながら作っていければいいんじゃないかなと思いました。このあたりはですね、少し明るめの赤、ピンク色のような感じで作っておきたいなと思います。そしたらですね、端の部分赤いインクを使って、しっかりと埋めてラインをきれいに整えておきます。はみ出た部分はしっかりとエタノールで拭き取っておきます。
たくさんインクを流したので、しっかりと乾くまで待ってください。そしたら、こちらオーロラフレークですね、ネイル工房さんの01番こちらをホワイトの上に直接こすりつけていこうと思います。こちらですね、たっぷりつけたくないのでインクの上から直接こすってしまいました。こんな感じでうっすらと、いい感じにつけることができました。こういう色味です。そしたら、2度目のレジンコーティングをしていこうと思います。たっぷりとレジン液を流したらコンパクトを傾けて全体に広げます。硬化します。はい、硬化が終わりました。2回レジンを流しましたが、まだフラットな状態でもう少しだけ乗せても大丈夫かなという印象です。そしたらですね、先ほど乗せたフレークを少しカバーして乳白色の中に、輝きが残っているような天然石風の状態にしたいので、そこをめがけてホワイトを落とします。そしたら、今度はここのホワイトの部分、右側をラインとして残したいので、左側の方をクリアでぼかしていきます。こんな感じですね。で、フレークの上に少し薄まったホワイトをかぶせていくという作業をしていきます。これをすることでだいぶ、模様にメリハリがつくのと、天然石それからマーブル模様の質感を出すことができます。そしたら、つながっているホワイトを少し分断するような感じで、赤をのせて、こちらのホワイトの上にもさらにホワイトを出して立体感を出していきます。ですが、こちらのホワイトは少し、左側よりも明るくならないようにしたいので、ホワイトと赤を混ぜながら様子を見ながら微調整をしていきます。そしたらクリアでぼかして、今度はこちらのラインも少しだけぼかしておきます。で、一番濃い赤のところをさらに目立たせたいので、足しておきました。でですね、もう一度ここに、層を作りたいと思います。ホワイトのラインですね。で、右側だけにラインを残して、下の部分は、ぼかして、重なり合った層ができている石の質感を出していきます。こちら乾いたので、赤を足して少しピンク色に見えるような状態にしておきました。こういう感じですね。そしたら、今度はこちらフェアリーダストパウダー、かなり粒子の細かいシルバーのものなんですけれども、こちらをレジン液やノンワイプトップコートにたっぷりと混ぜてラインを引いていこうと思います。今回はですね、とても繊細な印象にしたかったので、こちらの微粒子のラメを使うことにしました。ミラーパウダーなので、かなり細かいラインが描けるかなと思います。このホワイトの周りを囲んでいきます。その前に、右側が赤い部分、左側がホワイトの部分というふうに私はデザインをしたので、分断するようにラインを入れました。そしたら様子を見てホワイトの周りを囲んでいきます。このラインはですね、すべて囲むよりも、1本のつながったライン、そして、そこから少しだけ枝分かれしているラインをほんの少し足していくと石のような質感に見えるかなと思います。で、終わりの部分はこんな感じで細くしておくと繊細なイメージになるかなと思います。あとはせっかく作った濃いラインなんですが、その線を隠さないようにラインを入れていくといい感じに仕上がるんじゃないかなと思っております。このあたりまで、ラインを伸ばしておきます。はい、硬化します。硬化が終わりました。とてもいい感じにラインが入ってメリハリがついたかなと思います。それでは最後のコーティングです。たっぷりとレジン液を流して、ゆっくりと傾けながら広げていきます。今回はほとんどスティックを使って広げることはしませんでした。こういった広い面積の時には、広い面を硬化する時には傾けて流すと綺麗に仕上がるんじゃないかなと思っております。はい、硬化が終わって完成です。いかがでしょうか。
私的にはですね、とっても大理石のような質感が出たので、マーブルのような感じができましたので満足です。実際にはですね、こういったキラキラとしたラメのラインなんかは入ってないのですが、デザイン的には入った方がメリハリがついていいかなと思ってます。で、そしてまあ、横から見るとこういう感じですね。平らに仕上がったので、せっかくなのでコンパクトミラーフラットで仕上げておきました。この乳白色の中にあるフレークがオパールのような感じにも見えて、石の質感が出せたんじゃないかなと思っております。はい、それでは続いてグレーのミラーを作っていきたいと思います。作り方は、赤のミラーと同じなんですが、先ほどのインクの動き大体分かってきましたので、そちらを活かして模様を作っていきたいと思います。グレーというかブラックというかという感じなんですが、インクの記載にはグレーと書いてあったのでグレーとしておきます。今回はですね、左半分を、大体濃いグレーにしたかったので、ベースのホワイトは右側だけに配置しておきました。そしたらですね、グレーの中にもホワイトを落として、さらにグレーを落として、少し濃淡をつけた色味を作っておきます。そしたら、ホワイト、グレーの上からさらにグレーを足して、濃い場所を作ったり薄い場所を作ったり、様子を見ながらぼかしていきます。ベースができたので第1層目のコーティングです。こちらも同じようにレジン液を全体に広げたら、ここで一旦硬化します。はい、硬化が終わりました。こちらはですね、このままではちょっとデザインとしてはという感じですね。ベースに合わせて同じ色味を足していきます。左上には、こちらのグレーのインクをたっぷりのせて、より濃いグレーを作っていきます。このあたりホワイトをのせてたので、ホワイトも少し足して、ちょっとラインのような感じで伸ばしておきます。今のホワイトが隠れないくらいに、グレーが広がるようにグレーをのせたら、こちら側の右半分をデザインしていきます。グレー、ホワイトを交互にのせて、好みの色味になるまで広げていきます。このインクの広がり具合が本当に面白くて、ずっと見ていられるなと思いました。不思議な動きをしてくれますよね。だいたいデザインが決まってきましたので、好みの色の濃さになるまで色を足していきます。で、境目の部分はですね、クリアを使ってしっかりとぼかしておくと、より自然な動きになるんじゃないかなと思います。はみ出たところはエタノールを染み込ませたキッチンペーパーなどで綺麗にしておきます。ここも少しクリアでもう少しぼかしておきますね。グレーのところからクリアをのせてホワイトの中に入れるとグレーのラインが出来上がるんですね。なので、それを活かしてラインを作ったら、明るくしたいところにホワイトをのせて、乾いたらレジン液でコーティングです。コンパクトを傾けて全体に広げたら硬化します。はい、そしたら今度はこちらのフレーク4番を使いたいと思います。先ほどの1番と色味が少し違いますね。こちらのフレークは見た感じだとブルーのように見えるんですが、光の反射だと、オレンジがかったような反射が出るんですね。微妙に色味が違います。こんな感じの反射です。とても綺麗ですね。ホワイトの部分にだけのせておきました。そしたら、また同じように乳白色のようなカバーをしたいので、今のせたフレークの上からホワイトをのせて、クリアを使って広げるようにぼかしていきます。全体を覆うのではなく、ラインができるくらい、半分くらいまでぼかすとよりリアルな質感になるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで仕上がりました。いいですね。そしたら、残りの部分微調整をしてベースを完成させたいと思います。
グレーをのせたら、さらにクリアをのせて、うっすらとラインが出るようにインクを広げていきます。それでは先ほどホワイトのラインを引いたところに、グレーを足して、さらに上からホワイトを流してクラック模様を作っておきます。ここで1本濃い線が出来上がるので、割れたような感じのひびが入ったようなデザインを入れておくことができます。そしたら先ほど使ったラメラインを使ってデザインにメリハリを作っていこうと思います。左半分が、グレーのゾーン、右側が、ホワイトの部分を囲んでいくゾーンと、デザインをしておきました。ホワイトに見えるところを、囲んでいき、それから先端部分、終わりのところははっきりとせず、はっきりさせず薄く最後伸ばしていく感じで囲みをつけていきました。はい、それでは硬化します。硬化が終わりました。こんな感じで仕上がっております。こちらの方がですね、だいぶあのマーブル模様っぽくなったかなと思っております。色味もあるんでしょうね。とてもシックな、重厚感のある仕上がりになったかなと思います。それでは、このデザインで決めたいと思うので最後のコーティングをしていきます。レジンをたっぷり流して、傾けて全体に広げていきます。はい、硬化します。硬化が終わりました。グレーのミラー完成です。横から見て、こういう感じですね。平らに仕上がって、とってもツヤツヤな仕上がりとなりました。いいですね。こちらの乳白色の中のオーロラフレークの反射なんですが、レッドと比べるとオレンジっぽい感じになって、また違った質感に見えて良かったかなと思います。レッドの方はですね、ブルーグリーンのような反射をしております。グレーはこういった感じですね。少し温かみのあるカラーと言いますか、オパール感が出てるかなと思いました。で、特にあのこういった平らなものを作るときに、インクアートはこれだけ重ねてもあの平らに仕上がるのでとてもいいなと思いました。それからオーロラフレーク、ホログラムを使うと角が立ってしまうところ、平らに仕上げることができるので、今回のフラットな作品には大変いい材料だったなと思っております。はい、こんな感じで仕上がりました。どちらもとってもいい色合いですね。迷ってしまいます。重厚感のあるシックな仕上がりとなりました。マーブル模様に見えますか？ジェルとは違った質感、それから何層にも重ねてもフラットに仕上がるカラーインクアート、皆様もぜひ試してみてはいかがでしょうか。 UV レジンマーブルコンパクトミラーでした。使用材料、その他 SNS の情報などはすべて概要欄に記載しております。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。